木材が届かないとなると予定通り工事が進まないだけじゃなくて予定通り完成しないんですよね。完成しないと何が起きるかというと、いやそれ6月になるか分かりません、7月になるか分かりませんっていう状況になってくると、ここで資金繰りどうなるっていう話になってきて、それによっては下請けの工事職人さんの支払いが遅れたりとか、場合によってはこの間のお金をどうにか埋めなきゃいけないってことで金融機関に相談したりとか、そういったことが次々と連鎖的に起きてきて、場合によってはここで大きな資金的なショート、もしくは金融的な事故が起きてしまう可能性があって、これがこのままウッドショックって言いながらですね、2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月と遅れていくと、これ日本全体の問題なので、大きな経済的な事件、社会的な問題、そこまで発展する可能性がある、そういう問題なんです。私もですね、どうすりゃいいのか分かんない。なぜかというと、日本に木材が入ってきてないわけでしょ。だからそれをないものをどうすんだって話になるわけですよ。同時に国産材だって今取り合いになってると、そうなってくると、すでに入っている数少ない足りない木材の割り当てを自分のところにどう持ってくるかって話になると思うんですね。例えば、一番いい解決方法は、今こんな風になってるっていう状況を建主さんに理解してもらって時間を延ばしてもらう、同時にこの状況をきちんと世に問うとか、建設業界全体で話題にして、社会問題にして、ここに金融的な支援を入れてもらうような仕組みを早急に作ってもらうことですよね。ウッドショック対策の金融支援といったような、そういったものを、政府の方に要求して準備してもらうということもあります。どうしても木材を手に入れたいってことになると、なるべくそうなるとですね、川上に接近していくしかないんですけど、例えば少ない国産材を製造している林業の現場とダイレクトに結びついていく工務店のグループを作るとか、あとはですね、今回輸入木材をある程度こう抑えている商社とか、大手ハウスメーカーとか、国産材もハウスメーカーのグループで抑えているっていうような話があるのであれば、まあちょっと奥の手ですけど、一時的に、いや本当一時的って言っちゃいけないですよ、一時的じゃないんだけども、ずっと入るつもりなんだけども、一旦そういうハウスメーカーの FC チェーンに入ってしまうという手もあります。え、そんなことするのっていうね、これまで地元でこだわりの家作り頑張ってきた工務店、なんでそんなハウスメーカー FC のメンバーにならなきゃいけないんだと思われるでしょうけども、これ背に腹は変えられないので、そういう FC に加盟することによって材料供給を受ける体制にするという手もあるかもしれません。裏技ですけど、これね、正直言うと大丈夫じゃないと思います。自分家だけどうにかなるって問題じゃこれないんですよね。そのある工務店さんに材料が届かないってことは、工務店さんが利用している木材のこう流通商社のところに届いてないってことなので、これ日本中起きてることだから、むしろこの状況を理解していただいて、自分のところだけなんとかしろよじゃなくて、この現象にみんなでどう対処するかということですから、やはりその住宅ローンとかの、お金のこの流れ、そこをどういうふうに解決するかということを、建主さんも含めて考えておかないと。経験から言うとですね、途中で工事会社が倒産してしまったことあるんです。僕が設計した建物で。そしたらどうなるかというと、この倒産した工事会社にお金を貸している金融機関とかいろいろあるんですけど、債権者っていうのがありまして、この会社に対する債権者の順位っていうのがあるんですよ。どれだけその会社に対してお金をこう、貸し付けてるかと、そういった債権をどんだけ持ってるかってことになると、当然金融機関とか材料商社とかっていうことの方が取りっぱぐれてるお金が大きくて、この建主さんっていうのは何棟もあるんだ、この1棟でしかないから債権者の順位が低いんですよね。そうなると、この工事中の物件を差し押さえられてしまうと、これを取り戻すのですごい時間かかる。だから再工事に入るのにすごい時間かかってしまうんですよ。だからそれをならないためには、本当は工事中の進行に合わせて支払いをちゃんとしておく、支払いが遅れないような状態を作っておくっていうのが本当は大事なんですけど、だから例えば工事代金最初に少なく払って、完成後にそれを見てから残りを払うなんて払い方が得だって思ってる人いるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。途中で皆さんが心配している
工事会社が倒産したら心配だからお金を払わないでおこう、完成まで完成しないと払わないぞっていうのは、いざそういう心配事の倒産を受けた時にはこの工事中の物件がね8割出てきてると、支払いが1割しかないっていうと、この7割は債権者のものになっちゃうから、本当はこの工事途中の物体の費用と支払ってるお金がうまく相殺できる状態になってる方が望ましいんですよ。なので今回のウッドショックについては、建て主さんたちも状況を理解して、このことがもっと社会問題になるように、これなんか大変なことが起きる前に、政府とか金融機関の方に救済措置を求められるような体制づくりをしておく必要があると思います。